貨物列車貨物線モーダルシフトとは、貨物や旅客の輸送手段の転換を図ることである。モーダルシフトの主目的は二酸化炭素排出量の削減にある。モーダルシフトは1997年に開催された第三回気候変動枠組条約定約国会議において二酸化炭素排出削減の取り組みの一つとして注目されるようになった。 例えば営業用貨物車の二酸化炭素排出量と比較すると内航線の二酸化炭素排出量は約20%であり鉄道の二酸化炭素排出量は約12%であるこの他にもモーダルシフトの副次的効果として次のような効果が挙げられる貨物輸送におけるモーダルシフトは貨物トラックによる輸送を内航線輸送や 鉄道輸送に切り替えることを言う。カーフェリーを利用してトラックそのものを構想するモーダルシフトも数多く利用されている。鉄道に比べて速達性には劣るが単にトラック輸送するよりも単位輸送量が大きくトラックごと運ぶためにの積み替えの時間と手間がかからないのが特徴である。日本貨物鉄道では二千四年三月十三日から大阪、 東京間で M250 系貨物電車を導入し列車の高速化を図ったほか、従来貨物船同様に時間がかかっていた駅でのコンテナ積み替えを貨物駅を E&S 方式へ改良することでさらなる時間短縮を実現している。輸送サービスの即時性が特に求められるジャストインタイム生産システムを採用している製造業や 宅配便での鉄道貨物輸送の大規模な採用例もある。自転車による貨物輸送物流過程で、例えば出荷工場から相手方倉庫まで貨物を輸送する場合でも、通常、出荷工場から駅や港まで、また駅や港から相手方倉庫までは貨物トラックを利用しなければならないため、モーダルシフトの導入には費用対効果を考慮する必要がある。 一般にモーダルシフトの効果を出すには、輸送距離が 500km 以上の貨物輸送が目安とされている。しかしながら、長良川鉄道の一部区間を利用した、貨客混載列車のように、商用での貨物輸送であるのにもかかわらず、それより短距離でも自動車から鉄道での輸送に切り替えた例も見られる。なお、市街地では、貨物トラックではなく、 自転車による輸送が組み合わされることもある。交通渋滞の悪化につながり環境負荷も高いが、柔軟な輸送対応が可能で多くの場合において、速達性に優れるトラック輸送、速達性は低いが大量輸送と、コストに優れ環境負荷も低い内向貨物船、と、はっきりした利点と欠点があり、住み分けが行われている両者に比べると、その両者の中間に位置する、 鉄道貨物には制限が多い。旅客輸送におけるモーダルシフトは自家用車などでの移動から公共交通機関や自転車を利用しての移動に変えることである。環境問題や交通渋滞緩和などの理由からモーダルシフトのために自転車や公共交通重視の政策を進める動きがあり、特に原油価格高騰時には 自動車での移動コストが高騰したため自転車や公共交通が見直されるきっかけとなった。ABCDEFG 木村通るポケット使い物流がよくわかる本集話システム2016年89ページ国土交通省運輸部門の地球温暖化対策についてによると旅客輸送では営業用自家用乗用車航空バスに比べて鉄道の方が 貨物輸送では、自家用、営業用貨物車に比べて、船舶、鉄道の方が、輸送量あたりの排出量が少ない。ABCD 木村通る、ポケット使い物流が、よくわかる本集和システム、2016年90ページ、東洋経済オンライン2008年4月18日。 トヨタ列車が大増発部品輸送を船舶から貨物列車へ改善進めコスト効率も向上。長良川鉄道とヤマト運輸が鉄道を利用した客家根菜の本格運用を開始。ありがとうございます。